ロックインジャパンフェスティバル2024での成功は、ナンバーアンダーライン愛にとって単なる通過点ではなく、これからの音楽活動における大きな方向性を示すものでした。ロックインジャパンフェスティバル2024でのナンバーアンダーライン愛の初フェス体験は、まさに彼らのキャリアにとって新たなショーを切り開く出来事でした。このフェスは毎年多くの観客を集め、日本の音楽シーンにおける重要なイベントとされています。しかし、 今年のフェスは特別でした。なぜなら、ナンバーアンダーライン愛が初めて日本のフェスに出演したからです。ファンたちは彼らのパフォーマンスを心待ちにしており、会場には熱気が漂っていました。会場に足を踏み入れた瞬間、その熱気に圧倒されました。気温が高く、まさに真夏の太陽が照りつける中、ファンたちは汗だくになりながらも、笑顔を浮かべていました。彼らにとって、 このフェスでナンバーアンダーライン愛を目の前で見ることは、一生に一度の経験かもしれません。そして、ついにその瞬間が訪れました。ステージに立つ翔くん、岸くん、そして神宮寺くんの姿が現れると、観客からは大歓声が沸き起こりました。その瞬間、彼らが日本の音楽シーンにおいてどれだけの影響力を持っているのかを痛感しました。彼らのパフォーマンスは、期待以上のものでした。 まず、3人のダンスが会場を魅了しました。その動きは緻密に計算されており、一瞬たりとも目を離せないほどの迫力がありました。そして、成果が始まると、さらに観客の熱気が高まりました。彼らの歌声は CD とは比べ物にならないほど力強く、心に響くものでした。特に、翔くんの力強いボーカルが印象的で、彼の声が会場全体に響き渡りました。 この瞬間、多くのファンが彼らの才能を再確認し、さらに深い絆を感じたことでしょう。このフェスは、ナンバーアンダーライン愛にとっても初めての体験であり、多くの挑戦がありました。日本の観客の前で初めてパフォーマンスを披露することは、大きなプレッシャーだったに違いありません。しかし、彼らはそのプレッシャーをものともせず、見事にその役割を果たしました。これは、 彼らがいかにプロフェッショナルであり、音楽に対する真剣さを持っているかを示しています。また、このフェスを通じて、彼らは日本の音楽ファンとの新たなつながりを築くことができました。ファンたちは彼らのパフォーマンスに感動し、その後も SNS で熱い応援のメッセージがあふれていました。一方で、このフェスは彼らにとっても新たな課題を投げかけるものとなりました。 初めての日本でのフェス出演という大きなイベントを成功させたことで、今後の活動に対する期待も高まりました。彼らはこの成功をどのように次につなげていくのか、ファンたちは今後の彼らの動向に注目しています。また、このフェスで得た経験を生かし、さらなる成長を遂げることができるかも、今後の彼らのキャリアにおいて重要なポイントとなるでしょう。さらに、このフェスでのパフォーマンスを通じて、 彼らがどれだけの可能性を秘めているのかを感じさせられました。彼らの音楽は、ジャンルや国境を超えて、多くの人々に愛されるものであることが証明されました。特に、日本のファンたちは彼らの音楽に対する真剣さと情熱に感銘を受け、その姿勢に共感を覚えたことでしょう。これからの彼らの活動においても、この熱い応援が彼らを支え、さらなる成功へと導くことになるでしょう。 ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024での彼らのパフォーマンスは、まさに彼らのキャリアにおける一つの大きな転機となりました。日本の音楽シーンにおいて、新たな扉を開けた瞬間であり、彼らの未来に対する期待がさらに高まりました。このフェスでの成功を糧に、彼らはさらに大きなステージへと進んでいくことでしょう。ファンたちはその姿を見守り、応援し続けることを誓います。また、 このフェスを通じて、彼らの音楽が多くの人々に届いたことも重要なポイントです。彼らの音楽は、ただのエンターテインメントではなく、聴く人々の心に深く響くものです。そのメッセージは、音楽を通じて多くの人々に伝わり、共感を呼び起こしました。この共感が彼らの音楽をさらに広め、より多くの人々に愛されることにつながるでしょう。さらに、このフェスでの経験を通じて、 彼らは自分たちの音楽の力を再認識することができたでしょう。彼らの音楽は観客と一体となって初めて完成するものです。その一体感を感じることで、彼ら自身も音楽に対する情熱を再燃させ、さらなる高みを目指すことができるのです。このフェスは、彼らにとってもファンにとっても、忘れられない思い出となりました。このように、 ロックインジャパンフェスティバル2024でのナンバーアンダーライン愛の初フェス出演は、多くの人々にとって特別な出来事となりました。彼らのパフォーマンスは、観客を魅了し、彼らの音楽が持つ力を改めて感じさせるものでした。これからも彼らの音楽は進化し続け、さらに多くの人々に愛されることでしょう。そして、彼らの未来がどのように展開していくのか、ファンたちは期待とともに見守っていくことでしょう。 ロックインジャパンフェスティバル2024での成功が、彼らのキャリアにおける新たなスタートとなり、さらなる挑戦へとつながることを願っています。この成功が、彼らにとって次なる大きな飛躍の一歩となることを、誰もが期待しているのです。ロックインジャパンフェスティバル2024での成功は、ナンバーアンダーライン愛にとって単なる通過点ではなく、これからの音楽活動における大きな方向性を示すものでした。 このフェスで得た経験と自信を胸に、彼らはさらに多くのチャレンジに挑むことでしょう。そして、その挑戦の一つが、彼らの日本でのさらなる活動展開です。日本の音楽市場は世界でも得意な存在であり、その中で成功を収めることは、国際的なアーティストにとっても容易なことではありません。しかし、No.1 ア,アイはロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024を通じて、 日本ののファンとの強い絆を築きましたこの絆は、彼らが今後日本でさらに活動を広げていくための重要な基盤となるでしょう。彼らの音楽はすでに多くの日本のファンに受け入れられており、その影響力は日々増しているのです。彼らが日本での活動を拡大するにあたり、いくつかの課題が浮上します。まず第一に、言語の壁です。音楽は言語を超える力を持っていますが、 より深くファンとつながるためには、言葉の壁を乗り越えることが必要です。彼らが日本語を学び、歌詞やインタビューで日本語を使用することで、ファンとの距離を縮めることができるでしょう。また、日本の文化や音楽シーンに対する理解を深めることも、彼らの成功にとって重要な要素となります。これにより、彼らは日本のファンに対してより親しみやすい存在となり、さらに支持を集めることができるでしょう。 さらに、彼らの音楽が持つメッセージをどのように日本のファンに伝えるかも、重要なポイントです。彼らの音楽はしばしば深い感情や社会的なテーマを取り扱っており、そのメッセージ性がファンに共感を呼んでいます。しかし、日本のファンに対しては、これらのメッセージをどのようにアプローチするかが鍵となるでしょう。彼らの音楽が持つ普遍的なテーマを、日本の文化や社会状況に合わせて発信することで、 より多くのファンにそのメッセージが届くようになるはずです。また、日本での活動を通じて、彼らは新たな音楽的なインスピレーションを得ることも期待されます。日本の音楽シーンは多様であり、その中には多くの独自のスタイルやジャンルがあります。彼らが日本の音楽シーンと積極的に交流することで、新たな音楽的要素を取り入れ、彼ら自身の音楽をさらに進化させることができるでしょう。これにより、 彼らの音楽はより多くのファンに訴求力を持つものとなり、さらに国際的な成功を収めることができるかもしれません。日本での活動拡大に向けたもう一つの重要なステップは、ライブパフォーマンスの充実です。ロックインジャパンフェスティバル2 0 2 4での成功を踏まえ、彼らはさらに多くの日本の音楽フェスやコンサートに出演することが期待されます。彼らのライブパフォーマンスは、観客を魅了し、 その場の一体感を生み出す力を持っています。日本各地でのライブツアーや特別なイベントを通じて、彼らの音楽を直接体験する機会を増やすことで、さらに多くのファンを獲得することができるでしょう。さらに、彼らのファンコミュニティの拡大も、今後の活動において重要な要素となります。彼らの音楽が持つ力強いメッセージは、共感を呼び、多くのファンを引き寄せています。しかし、 ファン同士の交流や彼ら自身とのインタラクションを促進することで、さらに強固なファンベースを築くことができるでしょう。SNS やオンラインコミュニティを活用し、ファンとの距離を縮めることで、彼らの音楽はより多くの人々に深く根付くことができるはずです。また、彼らの音楽活動が今後どのように展開していくのかについても、多くのファンが期待しています。ロックインジャパンフェスティバル2024での成功は、 彼らにとって大きな自信となり、さらなる挑戦への意欲をかきたてたことでしょう。新たなアルバムやシングルのリリース、そしてそれに伴うプロモーション活動が今後どのように行われるのか、ファンたちはその動向を注視しています。彼らがどのような音楽を生み出し、どのようにファンに届けるのか、その一挙手一投足が注目されることでしょう。加えて、彼らが今後どのようなコラボレーションを行うのかも、興味深いポイントです。 日本のアーティストやプロデューサーとのコラボレーションは、彼らの音楽に新たな要素を取り入れるだけでなく、日本の音楽ファンに対しても新たな驚きを提供することができるでしょう。これにより、彼らの音楽はさらに多様化し、広い層のファンに支持される可能性が高まります。最後に、ロックインジャパンフェスティバル2024での経験が、彼らの今後の活動に与える影響について考えてみましょう。このフェスは、 彼らにとって単なる一回のパフォーマンスではなく、彼らのキャリアにおける重要なターニングポイントでした。この成功が彼らに自信と新たな視野をもたらし、今後の音楽活動において大きな飛躍を遂げるための原動力となるでしょう。これからの彼らの活動は、ファンだけでなく音楽業界全体からも注目されています。彼らが日本の音楽シーンでどのように成長し、どのようにその存在感を確立していくのか。 その過程で彼らがどのような挑戦をし、どのようにファンとつながり続けるのか。これらの問いは、彼ら自身の努力と才能に加え、ファンの支持がどれだけ強固であるかにかかっています。ロックインジャパンフェスティバル2024での成功は、彼らの未来を照らす一筋の光となりました。今後、彼らがその光を頼りに、さらに大きな成功を収めることを誰もが期待しています。そして、その過程を見守り、 応援することで、ファンたちは彼らとの絆をさらに深めていくことでしょう。彼らの音楽がこれからどのように進化し、どのように世界中の人々に影響を与えるのか。その未来は、これからも続く彼らの挑戦の中で明らかになっていくのです。